コメント返信のコーナー。動画冒頭でいきなり。このコーナーは表記の通りです。うん、これは日本人には読めないフォント。ダークオークと深層岩の組み合わせがいいですよ。ああ、そういえば前回駅の改造案を募集してたんだっけ。その中で実現可能なものをいくつかピックアップ返信して、実際に実況していく回です。もしかして今回は米返信するだけ？え？はい、動画内容薄。まずは深層岩の回収から。確か深層岩って、深層にできるものですよね。アホ丸だし。はい、到着。壊れない道具ってのはほんと便利だな。ここでいくつか回収していきます。うお、脳みそ。どことめそれ？なんかさ、地下がカラフルになってるよね。使い道はわからないけど。建築に使えていき。クリムサイト？見た目動き出しそうですね。ところでこれはクリエイトで追加されるブロックらしい。面白そうなのでちょっと回収していきますか。あと洞窟にも当たったのでついでに地下探索もしてみる。ついでが多い。帰ってきました。さて、張り替えますか。めんどくせおお、なんか急に大きくなったな。これ深層岩でできるブロックを使えってことじゃね。お主天性の天才か。ということでタイルを作ってきました。こうなりました。おお、急にモダンな感じに。このままでもなんかいい感じですが、ダークオークが似合うそうなのでそっちを優先。ということでこんな感じ。急に家との親和性が。拠点の天井がダークオークですから、見た目がマッチするのも当然ですね。次のコメント。とりあえず葉っぱブロックとバラを置くといいと思う。バラってこれのことですよね。この背が高いやつ。足りないってことじゃねえの。ああ、観葉植物として緑が足りないと。確かに緑は視野内の 30% くらいがちょうどいいって聞きますからね。ということで増やしてみた。葬式か？これだけ増やせば来る人の目にも止まるでしょう。それともう一つ、葉っぱの設置もしないとな。どう設置すればいいのかわからないので、とりあえず天井付近にまばらに設置していきます。こうなりました。廃墟じゃん。しかしこれはコメント通り、つまりこっちの方が見栄えがいいということです。自分のプライドも何もあったものじゃない。私はコメントの人形、つまりコメントパペット、略してコメット。極極、コメントでワールドをコミットするわけですね。大きい掲示板的なのがあれば駅のスケジュールとか小さめの駅にあるよくわからないチラシとか再現できそう。掲示板は今は作れませんが、小さいチラシ的なものの再現は絵画でできそうですね。超簡単改善アンタってことでガラスのところに絵をペタペタ、そしてこうなりました。これサイデじゃね？いやいやどう見ても駅にある謎のチラシですよ。サイデにある謎の絵画じゃん。とにかくこれで完成です。ナポリタン提供してそう。黄色い絨毯敷いて黄色い線風にしてみれば駅感が出ると思う。おお、これも簡単シリーズですね。確かにどの駅にも黄色い線あるよな。あれもっと奇抜な色にできないんですかね？黄色より奇抜な色なんてあるか？例えば、これとか。この色じゃ何にも見えないじゃん。ってことで羊毛を回収して、黄色い花をむしり取って、蜂に与えて。これいる？羊毛を黄色に染め上げて、カーペットにして、これを貼る。そしてこうなりました。エレベーター側は設置しないのか。こっちには鉄の柵でエレベーターを囲ってるので設置できないんですよねー。ただ、これだけでも駅感は増したんじゃないかと。さすがコメット。商店街のアーケードみたいにガラス敷くといい感じになるはず。アーケードってここの部分のことですよね。つまり天井をガラスに張り替える提案だな。多分屋根全域をガラスに張り替えるわけじゃないと思うので、このアーチ状のところだけガラスにしましょう。あとこういうところのガラスって無駄に線が入ってるイメージなので、そのイメージに習い模様入りのガラスを採用。多分雪の重さに耐えるためにワイヤーとか入ってるんだよ。こうなりました。閉鎖感みたいなのはなくなったかな？やはりガラスは建築ベタの救世主ですね。装飾はコンポスターと葉っぱブロックで観葉植物とかどうですか？コンボス、ただもう結構緑に汚染されてるので、そんなにたくさんコンポスター置けないですけどね。空いてるところに設置していく感じだな。テーブル席の間に設置してパーテーションっぽくしてみた。そしてこうなりました。カフェじゃん。やはり緑は全てを解決する。改善案をいくつか、まずは磨かれた安山岩を壁に埋め込む。ああ、同じ色一辺倒にしないってやつですよね。私知ってます。知ってるならその技法使ってけ。こんな感じにまばらに違う色をセットしていくわけですよね。そしてこうなりました。おお、すげえシャレてんじゃん、ムカつく。なんで？アンソノに、ネザークオーツを張り替え。これはダークオークにしたからパス。コメントもらっておきながらパスするとかおこがましいにも程がある。アンソノさん、天井の拡張。ああ、つまりここの滑らか石をもっと増やせばいいってことですね。
はい、こんな感じ。やっぱり凹凸。凹凸が全てを解決しや、八邪魔だな、ぶち転がして二段にして人参とバケツをぶっ刺すぞ。それ雪だるま作ってませんか？アンその4、エレベーターの移動。ああ、これはナイスアイデアですね。確かにエレベーターのせいで狭く感じてたところ、あるもんな。この先にエレベーター専用の場所を確保しましょう。掘り抜いて、サクサクサク、壁を設置して、ガラスを設置して外も見えるように。エレベーター、外見えがち。エレベーターの足場を作って、旧エレベーターを解体、そしてガントリーじゃなくピストンを使います。やっぱりこっちの方が見た目スッキリするからな。ボールを伸ばして、動作テスト。うお、ぴったりの高さ。あとはアーダコを出して、こうなりました。うん、こっちの方がスマートだな。それじゃあ反対側のエレベーターも別棟を作って移動させましました。エレベーター作成は今まで何度もしてきたからな。何度も同じネタでこすりませんよ。外観はこんな感じ。別棟のおかげでさらに凹凸感が出てきたな。建築上手な人はこうやってダサダサ建物から脱却していくものなのでしょうか。建築は足し算なんだろうな。滑らかな石のところに等間隔でシーランタン詰め込んでもいい感じになると思います。これ遠回しに海底神殿に行けって言ってますよね。早く行ってください。勘弁してくださいよ。その絵文字ちょっと怖いな。海底神殿を探して3000里。およそ神殿攻略する人の装備ではない。と思ってたのですが、調べてみると海底神殿だけがシーランタンの入手方法ではなさそうです。というのもラピスを青い炎で炙ればシーランタンの材料に変換されるらしいんですよね。おお、海底神殿行かずに済むじゃん。ってことでところ変わって近く近く、ラピスラズリ大量回収会の開催です。5スタックくらい集まりました。さすが一括破壊、溜まる速度が段違い。それじゃこれを青い炎で炙っていきます。結果はこんな感じ。クリスタルの量が少ないな。生成確率が 12% と少ないですから仕方がないですね。あとはこれを固めて、たったの7個、ラピス5スタックとシーランタン7個は10日なのか。まあでも7個でもギリ足りるだろ。そうだよね、等間隔って言ってたもんね。ということでこうなりました。そうシャレで草。こういうアクセント、全く思いつかないので非常に助かります。以上、コメント返信のコーナーでした。そういえばそのコーナーやってたな。さすがにこれだけだとクリエイト動画として成り立ちません。クリエイトで遊ぶと言いながら、一切使わない動画を投稿する人なんていません。そうだな。ってことで最後にクリエイト要素に触れたいと思います。サムネのやつだな。ブラスケースと銅のプレート、レッドストーンと落ちで。ディスプレイリンクです。ディスプレイ?見た目はこんな感じ。電波を送信してそうな見た目だな。これを動かすにはディスプレイが必要なので、ディスプレイボードを作成します。これに何か表示させるのか。これを液の空いている部分に設置します。こんな感じ。深層岩との親和性がすごい。あとはなんか色々使って飾り付け、それと動力が必要なので歯車を延長し、そんな一番下まで落ちることある？これでよし。んじゃ、このボードに向かってディスプレイリンクを持ちながらクリック、そしてこれを液ブロックにセットします。すると、こんな感じで情報がディスプレイに表示されます。これは5秒後に列車が出発するって書いてあります。おお、リアルタイムでディスプレイは更新されていくのか。そして出発すると、ディスプレイの文字が消えます。すげ、電光掲示板じゃん。ふふ、これはまだ初期段階。もう一つ便利な機能があります。それを活かすために駅名を変更します。拠点の駅は、家駅。鉄工場の駅は、鉄工場。Cステーションは、海駅。そして豚が運転してる客車付き列車を、客車とします。ひねりゼロの名前。そして新しく平原駅を設立。場所は家駅の後ろ側だな。そして設定をちょちょいとすると、ちょちょいかっこ30分。
客車がいつどこの駅に到着するのかがリアルタイムでわかるディスプレイが出来上がりました。リアルタイムってのがすごいな。ここが次の駅で、こっちが到着予定時刻です。予定時刻というか、何秒後に到着するかわかるって言った方が正解かもな。まあ正直秒数は適当で全然正確ではないんですけどね。今客車がどこを走ってるのかがわかるだけでも便利です。さらにディスプレイリンクを鳩時計にセットすれば、リアルタイムの時間を表示させることができます。これも駅には絶対あるやつだな。リアルタイムで文字が変わるというのは結構面白いですよ。ということで、今回はここまで。本当はこの掲示板は上に設置したかったんですが、動力を伸ばすのがめんどくさそうなので断念しました。そんなにめんどくさいか？ただこのディスプレイはまだまだ進化を発揮していません。遠くない未来、このディスプレイのマジパワーをお見せしたいと思います。というかまだ理解しきれてないだけだけどな。それは言わないお約束。それでは、また次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。